どうも、あきです。栄冠ナインやっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。今回はこちら秋の都大会2回戦からやっていきましょう。さあ、というわけで1年目ですでに3勝できておりますので、なんとか4勝目掴み取りましょう。これ勝ってもう一つ勝てば甲子園の道が開けてきますので、頑張っていきたいですね。いきましょう。おー、ナイス。おー、打撃マシンいいね。いいアイテムくれますね。さあ行きましょう。ということで、これ勝てばでかいですよ。さあ、注目選手は、これは片桐ですね。はい。そして今回はですね、この角田という投手が、前回100球投げておりますので、先発登板できません。この試合は30球までしか投げられないということで、まあ中継ぎ、抑えというところを任せようかなと思っています。で、この角田、サードとしてこういう能力で、どうでしょう、サード、どっちの方が強いんだというところはちょっと見てあげないといけないんですが、これは強気の方が強いですね。はい、ということで、ここに、調子いい横溝でいくか。いやー、でも横溝負け運持ってるからな。水谷でいこう。水谷でいって、水谷9番。これでいきましょう。OK。試合開始。さあ、ということで、謎の12時に上げられない病が発動しているんですが、明日こそ12時に上げたい秋ゲーム TV です。やっていきましょう。第2回戦の模様をお届けいたします。さあ、この新生堂高校のルール設定に関しては毎回概要欄とコメント欄の一番上に書いておりますので、ぜひ参照にしていただきたいんですが、魔物もなし、球数制限もありという非常に高難易度の、実況になっております。いきましょう。さあ、1回の表。さあ、この今回の先発ピッチャー水谷に関しては勝ち運を持っているので、なんとかこの水谷が投げてるうちにパワーを上げておいてですね、ちょっとでもどんどん点を取っていきたいところではあります。ということで、相手チームを見てませんでしたね。はい。お、これはまあ相手の方がだいぶ強いですけど、まだ希望が持てそうな強さではある。はい、山内、二刀流山内がいますね。で、この山内が降りたらめっちゃピッチャー弱いということで、おし、スタミナもない。ここは球数投げさせましょう。これはいけるぞ。この山内さえ下ろせば打ち勝てる、そんな感じがする。ヒットエンドラン、惜しい。ここはうまい守備に阻まれました。さあ、試合は動かない。水谷ないピッチですね。ないピッチ水谷ですね。さあ、山内、おそらく70球ぐらいでスタミナが尽きるかと思われます。十分70球は投げさせられると思うので、ただ4回46球っていうのは、あ、でもまだノーアウトなので、まあまあかな。まあまあ投げさせております。さあ、この回、ノーアウトでランナーを出せば。ボール球は振るな。よし、オッケー。点取れる。よし、ノーアウト1、2塁。バントじゃない?これは。バント1か。転がせだな、となると。転がしていきましょう。球数投げさせて、ミートで転がす。進塁打。進塁打にならないよ、そんなにいい当たり打ったら。そう。ただ、チャンスは続く。ここは、ワンヒットでいきましょう、キッサト。うわー、マジか、これは痛い。このゲッツーは痛かった。仕方ない、切り替えていこう。さあ、ただ山内の球数を投げさせることには成功しているっぽい。うん、これはバントだな。失敗してもバントだな。上げない限りは OKOK。これでワンヒットで1点取れる環境を作りましょう。まあ、能力が弱いうちは本当にしっかりとこうやって戦っていくしかないかなと。よし、山内多分この回までだな、これ。よし、どうだ、惜しい。超えろ、超えろ。さあ、水谷できれば長いイニング投げさせたいという気持ちはあります。なぜならば勝ち運を持っているからですと。はい。いやー、でも水谷がこの試合いいピッチングをしてくれています。ピンチ前、ここで2番手ピッチャーを引っ張って負けた記憶があるので、思い切ってここを
いやでも角田は最後に置いとかないといけないな。横溝がある程度投げないといけないのでピッチャー変えましょう。もう多分スタミナの問題だと思うんですよね。あってなるとキャプテンそうか使えないのか。横溝も絶好調だと。何さっき使っといてよかったな。守備位置はここは、あ相手4番なのか。あでもピッチャーを変えないっていうのはこっちにとって好都合かもしれない。ファッション、よし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 。これでツーアウト。さあこの系統がどう出るのか。これ全部緩急でいきます。カーブとストレートの緩急で勝負や。まずいね。さあ究極の思考が解き放たれること。来ました。押さえてくれ。来ました。ショート、しっかり。よし、このピンチ0点は大きい。ナイス。さあそして山内のスタミナがもうほぼ尽きていますと。まあこっちのピッチャーもね、ちょっと先発ピッチャー乱れたっていうのはそういうところにあります。ただ負け運が発動している。今パワーが5かな、落ちるのかな。だからさっきと比べるとパワーが10も違う。それは痛いんだ。でそうだ、これは結構ですね、前からコメントいただいていたんですが、延長になった場合はどうしますかというコメントがあって、延長になった場合は球数制限、この限りではないというですね、一文を今回からルールに加えたいなと思っています。ただまだちょっと変えないでおこうと思うんですが、思い切ってヒットエンドラン1球目。ピッチャー変わってる。しかも超えろ超えろ超えろじゃないと、今回とか例えばこのまま延長になってピッチャーもういないじゃないですか。で、試合がなので進められないということになってしまうので、延長になったら球数制限あるピッチャーもそれ以上投げていいと。ただそこでまた100球以上とか投げると中3日空けないといけないですしっていうルールはもちろんあります。その試合でかかっている球数制限だけは一度そこでクリアされるという感じでいこうかなと思っています。てかこのルールがね本当にいいと思うんですよね。このルールをぜひ高校野球でも採用したらいいのにと僕は思います。さあピッチャー変わってるからね、もう星の数めちゃめちゃ下がってるから、山内から考えると。いやー点が取れない。負け運もあるからね。あっあっ1点取られた。おいおいホームランかよ。マジかよ。多分ホームランですね。となるとおいマジか。9回でこれは点を取るしかない。こうなるとただ延長になった時怖すぎるよな。スタミナがもう尽きると終わりです。まあ今もともとのチーム3人しかピッチャーいないんでね、4人いればまたもうちょっと楽な戦い方ができるんですが、ここもありますね。1つ、いけるいける、落ち着いて。バカか。おお危ねえ危ねえ危ねえ。なんだ今の。いやもう点取るしかない。4番からだ幸いにも。幸いにも4番から。そしてフォアボールが狙いそうなカウントになりました。よしよしよし、1点でいいんでとりあえず。よし、逆転しろとは言いません。ただ終盤の、よし終盤のこの青道高校、終盤にカードを残しておいてこうやって相手の調子を下げたり意外性が発動したりというところでね、勝ち進んできております。いやもう1球待つか、もう1球待つか。よしよしよし、もう1球待とう。うわー頼む。あげちゃいかんよ、あげちゃ。これでワンアウト。もう負け運も発動していない。意外性来い、くせ者。よし意外性、もうこれは今まで通り行くしかないですね。強振引っ張りホームラン狙い。うわおいおい、でも一発でさよならもあるんだこの場面。キッサと代打します。ブルヒ新田、もうセカンドがいないとか言ってらんない。熱血、強振引っ張り、落ちろー。いやー打ってないのは仕方ないな。ノレコ上げるしかないこのオフに。
まあ戦略としてエースを下ろして終盤でと思ったんですが、そこで点が取れないと片岡監督も悲しそうな顔をしていますね。はい。いやーでもまあ投手陣の方は頑張ってくれました。1点なんでやっぱ打力を上げるしかないですね、このオフに。まあ打力とあとは信頼度ですね。バントとかもやりたいときになかなか。お、よかった。でもチームはそこそこのままなので、これで人数が1人増えるかな。それはめちゃめちゃ大きいですよと。はい。いうことで。うん。まあまあまあ。良いかな。1年目にしては3勝できたということで、よしとしたいなと思います。まあこのオフですね。大切なのは本当に。このオフにいかにチームを強化できるかというところが大切になってくると思いますので、頑張りましょう。ということで福岡この辺は育てていきたい。だここもな、あえて角田先発じゃなくてピッチャーの信頼度上げたいとかいろいろ考えると、角田をさ、どうなんでしょうね。まあ強気も育てないといけないんですけど、ピッチャーを育てるというところで言うと、こんなことをしてですね、ちょっと投手陣の信頼度を上げるっていうのでは、こういう作戦も練習試合ではありかもしれませんね。お、六本木工業、懐かったとこやないか。六本木工業こんな感じですと。総合戦力 C、ほい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 、鈴木誠也選手がいるところですね。二松学舎とコメント欄で言われておりましたと。はい。そろそろこれで盗塁もね、松浦できるようになると思うんでね。外されたーけどセーフ。初盗塁、青道高校初盗塁。いやー、この打球欲しかった、前回の試合で。急に公式戦が終わったら打ち出しますと。急に打ち出しますと急に打つね。前の日に食べた弁当に毒でも入ってたのか、あの試合の前は。まあでも本当に信頼度さえ上がればスクイズバントで1点が取れるようになるので、あのノーアウト1、2塁の時のゲッツーですね、あれが全てだった。あそこでもしバントができていればもうスクイズで1点は入るというチームにできるので、まずはね、そういう戦い方ができるように、今なんて言った自分、戦い方ができるようにしていかないといけないですね。そして角田がバリ打ち、サードで出場、角田バリ打ち。さあ水谷、ないバッチ水谷、まあ5回まで投げてくれれば。5回1失点は僕の中で素晴らしいピッチングですね、今のチーム状況において。川手はここは三振に抑えて代わってもらおう。おお、ショートちょっとは守備良くなったんじゃないか。伝令なしでこのプレー、急に強いじゃないか。タイム、ピッチャー交代、ピッチャー横溝。で、あ、キャプテンの伝令倉庫出せないのか。じゃあ新田、これが将来的には取れるセンターになってほしいですね。久しくさんのように素晴らしいセンターになってもらいましょう。いや、カルロスですね、僕的にはカルロスを作りたい。まあ、やっぱ3人の今ピッチャー、あ、やっぱショートそんな守備力良くないな。今3人のピッチャーの中でやっぱこの水谷がちょっとやや劣っているというところがありまして、とりあえず次の夏隊までに絶対負け運を消すことですね。負け運があると本当に使いづらいので、まず。はい、ゲッツ
OK。 とはいえ最低限の守備力にはなってきていますと。まあこの秋大会までに最低限スタミナを上げられたので、ここからまたねコントロール球速と上げていきますので、まあそういったところでこう勝負をしていきましょう。4点取ればこうやってだから、ピッチャーがね、はい、ここでだからそうか、強気を代打に出す。そしたら新田が余るんですけど、まあいいか、そのままサード。こういう戦い方をすればエースがいなくても、まあ、勝てるということですよね。なんとか大会で打ってくれー。大会でスクイズ5になってくれー。ちょっとここは評判上げ、おおマジ、なんかスクイズ5で結構失敗しない？予選も失敗したぞ。今のは外されてないのに困るな。スクイズ弱体化は困るな。一番手堅い野球だからな、スクイズというのが。いや、オッケーじゃないんだな、守備交代。そこで守備交代ができないので、と。よし。で、ここで角田が入ってくるよ、と。ただ、角田、左投げなんですよね。左投げでサードっていう、ちょっとめちゃめちゃなことはやっているんですが、まあ仕方ない。はい、ゲッツー。取れないか。おー、でもなんかサードの守備力いいっすね。サードは今のを見る限りそんなに守備も上げなくてもいけるかなと。本当は上げたいんですけど、やっぱ角田格が違うね。やっぱショートですね、守備上げたいのは。ちょっとまだヒットエンドランがうまく決まってないんで、そろそろいいヒットエンドランを見せてほしいな。まあ、まだ打力走力というところで使うべき戦術ではないのかもしれないですね。松浦、ここは足の速い選手でもありますし、セーフティーバントを初めて狙ってみる。で、さすがに全員出したいので新田をキャッチャーに出してあげてと。まあなんだかんだしっかり勝てるのであれば素晴らしい。あぶね、あぶね、あと1ミリあと1ミリでホームランや。今までの僕の栄冠ナインの実況は本当にもう大エースを作って、もうほぼそのピッチャーしかね、まあ、なんなら3年間そのピッチャー固定みたいな感じでやっていたんですけど、まあ、そうではないと。まあ、特に天才二刀流がいいタイミングでねずっと入ってきていたので、まあ、3年間そういうピッチャー、まあ、もしくは小山さんみたいなめちゃめちゃ強いピッチャーでエースっていうのがねこうできていたんですが、そういうわけにはいきませんと。やばいやばい、結局同点。まあ、これで裏の攻撃もできるとポジティブに考えましょう。うわー、ここで鈴木誠也選手です。えぐいなー、4割今日もめちゃめちゃ打ってます。これが侍の4番です。ただここで勝つ、打ち勝つ、さよならホームランでいこうぜ。勝った方がなポイントが貯まるから。嬉しいんですが、おし、さよならホームランにいった。いやー素晴らしい。9回から守備についた新田、鉄心も喜んでます。ボス、ボス、もしくはグラさん、もしくは将軍、そのような呼ばれ方をしております。やっていきましょう。六本木工業にはこれで2勝目ですね。相性がいいかもしれません。これでチーム通算4勝目かな。もう一勝すれば何か機材を変える。あ、5勝目だ。そうか、練習試合でもう一個勝ったのか。
ということで、はい、キー、あ、そういえばアイテムなんかもらってたから使わないといけないですね。キーダンベル、これで結構揃ったぞ。打撃系は結構なんか揃ったぞ、すでに。で、1000円のやつが全部揃ったら、機材お楽しみ交換券をパワーポイントで買って一気にもう機材揃えようと思うので、まずそれ目標ですね。1000円のやつを全部揃えること、一つの目標にしたいなと思います。じゃないと今機材交換券そんなにポイント足らないのと、あれですね、いわゆる機材交換券の美味しさというのは、この1600円で2000円分のが出るのが美味しいのに、1000円分のが今出ちゃう可能性もあるので、もうちょっとしてからというところで、この2年ぐらいでなんとかチーム力を高めたい。今のまあ1年生が3年生になるときに甲子園狙えるチームになればいいなと思っています。はい、まあそんなに甘いもんじゃないというところですね。いやー、さすがに変化球一球種は怖いんだな。覚えようか。いやー、てかここもさすがに変化球2-1は怖い。3-3ぐらいにはしたいもんな、水谷も。さあ、片桐ミート E のパワービー、片ビーぐらいにしたいかな。福岡いい選手ですね。福岡4番だな、これは。福岡弾道上げよう。もうサードは守備いいや。通気はもうずーっとパワーでいきます。で、小原は守備、肩を上げましょう。菅沼そろそろ弾道を上げてもいいですね。さあ、松浦は総力上がってきましたと。大津はもうミートだけ上げる選手や。さあ、合宿もありますからね。ちょっとベンチプレスとかそれに置いておきたいなとかいう気持ちもありつつも、まだ合宿は早いというところもありますが。あ、横溝一瞬でスライダー覚えた。ナイス。よしよしよし、グランドレベルも何気に20になってます。素敵な出会い増えませんが、まあ1年目の目標としては十分にこうクリアできているかなと思うんですが、来年は秋大会やっぱり地区予選まで行きたいですし、まあ夏もね、準決勝決勝といければいいなと思ってます。バカ！あ、じゃあよかったよかった。本屋さん消えるのかと思った。いやー、でも負けをね、何より消さないとというところがありますね。お、ムード丸、オッケーオッケー。これでまた、水谷とかね、いなくなったら使ってあげましょう。さあ、直上がりをちょっと狙ったんですが、小津。よし、あの野球マス、プロ野球選手で強化しましょう。もう本当に前回の試合に関しては、まあ、丹波さんがね、こう稲実との試合前に言ったあの一言を思い出しますね。川上、古谷、沢村、お前たちのおかげでこんな俺がマウンドに戻ってくることができた。次の試合、マウンドに上がった者がエースだ。そういう気持ちで戦っていこう。まあそんな感じのチームにね、こうしていきたいわけですよ。これはさすがに関係ないな。まあでも今の1年生の代では誰かをプロ野球選手にしてあげたいなと思います。テンション下がるんだこれ。いやー、これは難しい。
これは難しいけど、やっぱピッチャーなんだと思う、この実況をやるならば。うわー、横溝ちょっとでも2がなかなか来ないな。ちょっとでも強くしたいからな、正直。今負け運だけだったら無理にカードを使ってまで行く必要ないな、正直。1個だけだったらね、多分1個だけな気がするんですよ。1個だけだな。まあまたの機会でいいでしょう。ではいや、皆さんダイヤのエース見てますか？もう僕面白すぎて本当にもう火曜日が待てない。ちょ、漫画はね読んでないんですけど、今アニメ化されると聞いてからアニメの方に移行した人間ではあるんですが、4-2 にするか。じゃあ角田は、はい、でこっちで続いてこっち、よし、片桐、まあ、5番バッター任したいな。肩しあれば最低限の選手をさせるし、うん、最低限のこう活躍はできるんじゃないかということで、はい。強気はもうひたすらパワーでいいかな。守備肩補給でまだ捨てるなら僕の中では補給なんですよね。でも40はあってほしいということで、まあでも入会1年生ですからね。そう、それがちょっと厳しい部分でもありますが、入会1年生なので、まあ自分の代ではなかなかいい選手になってくれるんじゃないかなと思います。守備オール C ぐらいの本当にこう安心して見守れる選手になってほしいなと思っています。さあ、野球マスあるんで星わざと踏まなくてもいいですね、これは。よし、負けを消えた。これでようやくなんとか最低限いい感じにできるんじゃなかろうか。まあ、負け運ムード×が一番こうパワープロの能力の中で良くないですからね。次に併殺、この3つだけは良くない。小原、片桐、新田。いやー、もちろん片桐キャッチャーっていうのは狙いたいですけど、2年なので、で1年に行ったってなるとまた難しいし、ってなると1年ショート小原だな。ここに守備職人、これ全然違う。よっしゃ、オッケー。これはでかい。今まで小原が取れてればっていうのが何度もありましたからね、本当に。いやー、これ小原取れてればなーっていうのが何回もあったので、ナイスナイス。これはさすがにプロ、まあでも甲子園出たら分かんないか。ちょっと合宿にそのベンチプレス2個持っていきたいところであります。まだパン屋か。おお、福岡が、おお、素晴らしい。ベンチプレス打撃マシン、これ持ったまま合宿行きましょう。これで阿部ひなりパワーひなりつけてね、チーム力を大強化していきたいところであります。ねちょっと待てよ、うまく、うわー、これ1個使わないといけないじゃん。そのあれは消えてほしくなくて、だからどうしようかな。おお、徳田もできた。とりあえずこうして、これで、土曜日に練習試合やって OK。 本屋からの合宿になるということで、うわー、
困るこれ逆に。おお、いいねいいね。ちょっとじゃあ、練習試合の手前まで今回行きましょうか。ちょっと長いですが、長めの動画も見たいですというコメントもあるので、練習試合まで行ってもいいかな今回。そうしよう。ちょっと皆さんから長めの動画をと結構リクエストがあったので、今回は大スペシャルということで40分まではいかないと思いますが、いつもよりちょっと長めの増量回でいきましょうか。はい、菅沼の弾道4やフライボール革命や。徳田はクリスマスに残しておいてっていうのもありなんですけどね。実際ポーカーフェイスはいらんな。徳田クリスマスに残しておいて、そこでガンガンとえぐい練習やるっていう作戦もあります。なんか微妙な本でしたね。まあこれは角田でいきますか。どうしようかな。徳田ほんと残すのありだな。で24日が、いやでも感染を結局持ってないと一緒か。いや一緒ってことはないんですが、1日分だけか。まあこれは合宿で使おう。いやでも合宿に素晴らしいカード持っていけるっていうのは結構次回楽しみですね。さあ守備職人ついたから動き良くなるかな。ショート、まあ今のは取れないですけど、なんかこう1歩目が遅い感じがするんだよな。今までもうショートというと守備 S みたいな選手しか作ってなかったので。で相手チームは、これは負けちゃいかんぞ。さすがにこれはもう格下だぞ多分。一応エース先発ですし、よーし、おお、ゲッツいいね、ショートいいね、よーしよしよし。まあここでエース角田を先発にできたというのは信頼度的にも能力的にも美味しいものがあります。夏大会は本当に僕の采配次第かなってなってくると思います。まあ、あえてその前評判とかを見て角田先発じゃなくすとか1回戦目っていうのももちろんありですし、あでもそうか、最初はどうせ中3日空くから自由に戦っていいんだ。基本150球以上投げさせなければいいんですね。まあ3回戦4回戦と進んでいった時に僕がどういう作戦を取るのか、あえてもう79球で角田を下げるのか。ただそれでその試合負けちゃ良くないですからね。その辺の決断が非常に大切になってくるんじゃないかなと。お、打たれすぎだろ隠した相手に。実は水谷エース説あるぞ今。角田結構防御率も悪いですしね。ただまあピッチャー注目選手って基本打たれる運命しか見えないので、どんなに強いピッチャーでもこうなりがちなので、あまりおすすめされたもんではないですね。さあ守備職人、いやーショートの守備職人はでかい。これはめちゃめちゃ大きいですチームにとって。もうスタミナ切れるまで投げさせますピッチャー、せっかく注目選手なので育てましょう。打たれるねそれにしても。守備職人、いやいいね、華麗な動きを見せてくれます。それにしても打たれすぎだな本当に。これよくない。いや背番号に関しても本当に角田が1と決まってるわけではありません。全然水谷1もありえます。
おお、ショート良くなった良くなった。守備職人ついてれば夏大会勝てたんじゃないか。実はあの試合ほらこんなの絶対取れなかったもん。今まで今守備伝令で上げてたわけでもないですし、いやこれはもしかしたら今のチーム事情で一番嬉しい特能がついたかもしれない。くせ者まだ早いな。よしよしよし、あし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 、この時はもうヒットエンドランするしかなくなるんだな。何やってもアウトになりそうだからな。まだ内野がおお、ほらヒットエンドランのおかげで1点や。内野がまだ動いたところに転がしてくれればみたいなところはあります。さあさすがにこの試合負けるわけにはいかないので、角田、あ意外と投げれるよ。まあ52球スタミナ52あるので100球ぐらいは投げれるのかなとなると、まあただもう絶対スタミナ減っているので能力は多少なりとも落ち、ほらショートめちゃうまやん。あとはセカンドの肩があれば今のゲッツーや。おい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 、いやもともと守備職人持ってればもしかしたら1年目甲子園に出てたかもしれない。見違えたなショート、お前は倉持や、足の遅い倉持や。セカンドもいいね、なんか二遊間の守備力が見違えましたね本当に。おうおう、さすがに変えたい気持ちもあるんですけどね。変えるか、ピッチャー全員使わないとな、さすがに。でこれで水谷出したから、まあ、練習試合なんでめちゃめちゃな使い方になっちゃう。ああ普通横溝出してから水谷やろ、勝ち運があるので。まあめちゃめちゃな使い方にはなりますよ。これで全員使います。おおほら飛びつきとかできなかったもん今まで。打球にダイビングとか技なかったもん、そんな技が彼には。おい、なんか見違えたねチーム全体的に。あそうか、9回ここはやらせてくれるから、ここで横溝出せばよかったんです。さっき横溝に締めてもらって水谷をここで出した方がよかったのか。でもそうか、水谷は勝ち運だから、さっき水谷でここ横溝が一番ですね。うわほらなんか足の動きが全然違うよ小原くん。いやそう、僕ソフトボールやってる時に中1で徳島県の代表チームに選んでもらって、で僕チームではショートやってたんですけど、その当時優勝してたチームのショートの1校への先輩が小原さんっていう人で、めっちゃ守備うまかったんですよ。で僕の大尊敬する先輩だったんで、いや小原と名乗る以上にはショートね守備頑張ってもらわないといけないっていう、そんな感じですよ。ということで、秋大会負けてしまいましたが、その後ショート小原に守備職人がついてですね、まあそういった意味では非常に素晴らしい回になってくれたかなと。そしてこの練習試合でもう見事に存分に自分の力を発揮してくれましたので、まあ良かったのかなと思います。ということで、いいカード持って合宿次回行けますので頑張っていきましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。